里崎チャンネル。こんにちは。さあ今日はの後半戦ですね。え、もう後半戦？2球団ずつやってるんでね。ああそうですね、はい、はい。今日はですね、はい、中日日本ハムというところで、はい、今年勝負がけの選手たちっていうところでね、はい、じゃあまず中日、はい、中日はですね、うん、2名、はいはい、1人はですね堂上ですね。あ、まあ堂上はですね、はい、まあ、昨年ね、うん、6月29日に右肩の腱板不全損傷と診断され、うん、リハビリしてるっていうところでね、はい、まあ代打で出ながらとかで、うん、まあ昨年43試合出場、はい、でもちょっと全体的に、うん、もう年齢がね、今年33歳になる年だから、はい、もうそろそろしっかりしたものを見せないとっていうところでね、でまあ内野手は高橋周平が出てきて、はい、でショートに、京田、はい、でセカンドが阿部でファーストビシエドと、うん、ちょっと野手ガチンって固まりつつあるんで、チームが良くなってるからこそ、そうなんそうなんですよ、ね、でそうなってくると、まあ、もちろんね、うん、1年間怪我なく戦えればいいんですけど、はい、そういった時のバックアップメンバーとしても必要だし、うん、そこでもうちょっと打つの頑張んないと、はい、なんか勝負どころで打つっていう印象あるんですけど、うん、この継続して打つっていうのがいるんで、はい、何かあった時にすぐバッと入ってきて、あ、どの上いるから安心やなっていうぐらいにしとかないと、うん、もう年齢重んでくるんで、うん、石川とかね、はい、若い選手が期待値ある、ね、はい、選手たちが入団してきてるんで、うん、ちょっともうそろそろガツンといったものを出さないと、はい、なかなか厳しくなってくるんじゃないのかなっていうね。そうですね、去年も43試合ですか、まあ、怪我もあったとはいえね、はい、でその前大体全体的には打率がね2割前後ぐらいなんで、はい、まあ、なかなか厳しいですよね。でも結構その堂上選手ドラフト1位で入って、この印象っていうのは強いんですけど、そうそう、いいところで打つ。だから2019年も2割1分2厘の割にホームラン12本と、まあ、いいところで打つっていうね。でも試合が100試合以上出てる年っていうのが2012年と2016年しかないんですね。そうなんですよ、やっぱだからその継続的に打たないんで、やっぱレギュラーとしては物足りなくなるんですよね、はい、やっぱり継続的に打つっていうところを、まあ、やっていきたいなっていうね、はい、ところはありますけども、うん、ちょっと今年、はい、勝負がけかなっていうね、はい、そうですね、うん、そう、まあ、あとは怪我の具合がどうかっていうところもあるんでね、うん、あとはまあセリーグなんで代打がね、はい、使われるんで、うん、その代打の使われた時に結果を出して代打の一番手ぐらいに、ね、なっていけると、はい、良くなってくるとね、うん、思うんですけど、はい、アリエル・マルティネスもいるんで、そうですね、そこが代打が来ちゃうとね、はい、まだ話がややこしくなるじゃないですか、うんうん、だからまあちょっと踏ん張りどころかなっていうね、はい、でもう一人がピッチャー鈴木博士選手、はい、すごい若い選手ですね。そうそうそう、うん、今年で4年目ですかね、はい、だからまあストレートスピードも速いし、うん、ポテンシャルとしてはピッチャーとしてのいい感じ持ってるんですけど、はい、やっぱりなかなか制球が定まらないっていうところと、うん、安定感がっていうところでね、昨年も6試合の登板、はい、防御率12点台、うん、でしかも昨年はね祖父江福、はい、ライデル・マルティネスの、うん、もう勝利の方程式ガチッとできて、はい、でそこが30何試合連続無失点とか、うん、だから勝ってる試合連続で勝ちとかっていうのがね、うん、できて、もう入っていくところがどんどんなくなっていくんで、はい、そういったところでも若いですけど、うん、ちょっと踏ん張りどころかなっていうね、うん、でもやっぱり制球安定していかないと、うんうん、なかなか厳しいかなっていうね。うーん、そっか、高卒ではなくてヤマハからなんですね。そうです、高卒ヤマハからの、うんうん、で今年が4年目、24歳、はい、まあ、でも若いですから。そうなんです、うん、だから沢村みたいなね、はい、例もあるんで、うん、制球安定しなかったけどもいい形でバトマって、はい、勝利の方程式が入ってこれるもあるんで、やっぱスピードボール投げるっていうのはポテンシャル高いんで、はい、そういったところでなんとかね、まあ、踏ん張りどころですね、うん、いいのがバチッと出てきたんで、ここではまんないと、はい、どんどん、ね、今年ドラフト1で高橋君取ったし、うん、ピッチャーも取ってきてるっていうのもあるんで、はい、どんどんこの順番が使われる順番が下がっていくんで、うん、そういった面でもちょっとこの堂上鈴木は自分のポジションを守るためにも、うん、まずは1軍のポジションを守るためにも勝負がけっていうね、うん、ここがうまくはまらなかったらもうあと落ちていくになっちゃうんで、はい、ちょっと注目どころかなっていう、はい、頑張ってください。あれですね、頑張ってとかって言ってたのに、ちょっとお腹空いてきちゃった頑張ってくださいみたいないやそんなことないですよ。でも今日は、まあ、もう5本目ぐらいでしょうね。ですよねこれが5本目ですかね、はい、まだ半分ですからね。いや、まあ、お昼食べてないからなんか頑張ってとかって言ってたのに元気に溢れてたんですけどちょっとやってくださいよ。いや見てる人は。いやそうですよね、1日1本ですね。こっちの都合気にしないんですから。いやそうですよね、うん、ごめんなさい、ちょっとお腹がもうぐる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 さっきから鳴ってるんですよ
し気合い入れて、よし頑張って、よしお前が頑張れって言われてる。本当ですね。はい、さあ続いては、はい、日本ハム、はい、日本ハムの一人目は、うん、斉藤優ちゃんですね。はい、まあ、うん、本人ね、プレッシャーもあるし、多分ね、はい、ああでもないこうでもないと、うん、いろんなところからね言われることもあるんですけど、はい、まあ、僕のもうまず定義は、うん、雇いたい、うん、雇われたい、はい、第三者が文句言うことじゃないと思ってるんですよ、うんうんうん、雇いたいっていう球団があって、雇われたいっていうその本人がいて、はい、でそこであのこれぐらいどうですかって言われて、うん、それでいいですって言われた時に、それが高いも低いも人がああだこうだ言うことじゃないですか、まあ、需要と供給が一致してますからね。そうなんですよ、うん、だから僕は別にそのことに対して何もないですけど、はい、まあ、多くの人たちがこう来るわけじゃないですか、うん、ね、本人プレッシャーあると思いますし、はい、でももうそろそろ年齢がね、やっぱ無限じゃないんで、うん、年齢が、はい、はい、で32歳の年ですね。あ、じゃあ33の年だ。そう、33歳の年なんで、はい、まあね、もうそろそろっていうギリギリの時もあるんで、で昨年はね1軍登板 1試合もしてないんで、はい、まあこのギリギリのラインぐらいかなっていうね。そうですね、今直近で勝利上げたのが2017年ですね。そうですね、うん、でまあ、昨年はねちょっと2軍でもボコボコ打たれてたんで、はい、そういった意味でもまあね、なんか靭帯切れたとか、うん、なんかいろんな報道ありますけど、はい、正直ね痛いのかゆいのはねもう言い訳にならないですよ、全員痛いのかゆいのなんで、はい、その中でどこまでできるかが勝負なんで、うん、そのどこまでできるかの中で結果を残せるかどうかですね、うん、だってもう結果が全てなんで、はい、痛かろうがかゆかろうが、うん、元気だろうが元気じゃなかろうが、はい、勝負の前だったらもう結果出すしかないんで、うん、そういった目でもその周りのね、結局周りの目なんてもう結果次第でもうコロコロ変わるわけよ。いや確かに、今年じゃあいきなり受賞しました、うん、そうしたらねどっかから出てくるのよ、はい、今年はいいと思ったっていう わけわからんやつらが出てくるわけよ、はい、変わったとか変わってねえよっていうね、はい、ところでどうせ結果でこうやってするんですから、うん、それを騙せれるかどうか、はい、それをいつも楽しみながら見てるんですよ、うん、黙らせれるかなって、うん、いやでもやっぱり斉藤佑樹投手がじゃあ投げるってなったら見たいんですよね、うん、だってメディアでも言うからね、うん、明日斉藤佑樹投手日本ハム先発ですって、うんうん、そんなピッチャーいないから、はい、そう考えると商品価値としてはめっちゃ高いよね。いやそう見たいですもん、うん、やっぱ杉谷と斉藤佑ちゃんの商品価値は高いよね、うん、はい、だって契約更改報道してくれないよそんなちょっとぐらいの選手じゃん、まあ、そうですね、それが FA 残留しますっていうので杉谷はね、うん、あのメディアで報道されて、はい、斉藤佑ちゃんも契約更改とか、うん、怪我とかもそうですけど、怪我とかでもそんな中段まで選手怪我してただろうが報道してくれないからね、はい、手術とかってなってくるとちょっとぐらいしてくれたり新聞の片隅に載ってるからみたいなのがあるけどね、うん、で商品価値としてはでかいよね。そうだから活躍してる姿も見たいんですよね。そうそう、だからそれをね黙らせれるかどうかをね、はい、期待値として見たいですね、うん、だからまたね、その中でキャンプでどういう風に過ごしていくかっていうのを見たいしね、うん、まあでもそろそろね年齢がね、はい、うん、我慢できない年齢になってくるんで、はい、まあゆうちゃんもねこのギリギリのラインにいることは間違いないんで、はい、まあ、そこはねどういう風に見せるのかっていうね、はい、今年が結構勝負どころだぞと、うん、そうだね、はい、まあ、俺でもゆうちゃんからホームラン打ってるからね。お、そうなんですか。そうそうそう、そうなんだ。な2011か2ですね。うん、って甘めに来たのよ、初球かなんか真ん中らへんに、はい、でホームラン打って、はい、でホームラン打ったの、うん、で2打席目よ、2打席目また初球が、はい、同じとこぐらい甘めに来たのよ。へえ、びっくりして、はい、あ、また同じとこ来たと。またこんな甘いとこでびっくりしすぎてバット止まったからね、でピッチャーゴロ。打ってるボールなのにびっくりしちゃって、そんなことあると思ってびっくりしちゃって、はい、また甘く来たおーみたいな中途半端になっちゃって動揺して意外な動揺ですね。いや思わんじゃん、はい、前の打席ど真ん中ホームラン打って真っ赤にど真ん中来るって思わんやん、うん、そうですね、びっくりして止まってピッチャーゴロよ。なんか武器見つけたいですね、うん、ちょっと全体的にね中途半端感あるんで、はい、なんか武器見つけてそこを声を黙らせるのか、うん、また声が増大していくのかっていうところはね、はい、まあ、本人としても勝負かなっていうね、はい、でもう一人が、はい、清宮幸太郎ですね。おー、いやもう去年とかも結構出てるイメージはねありましたけど、はい、でもやっぱり1割9分なんで、うん、打率がね、そうですね、96試合に出て1割9分ホームラン7本っていうところで、うん、まあ、当たったらパッチからあるんですごいですけど、はい、安定感っていうところがね、うんうん、若干ないんで、はい、そのね、村上、安田、清宮っていうところで、うん、ちょっとね、入団するときは清宮、うん、清宮、安田、村上だったと思うんですよ、そうですね、多分入団するときは、うん、でも今はもう村上見えないです、ちょっと突き抜けちゃいましたよねで、安田、清宮みたいな感じになってるんで、村上選手、奥プレイヤーになったんですよね。そう、すごい、
だってもう今やっぱだって侍の4番かみたいなね、はい、クリーンアップ2ちゃうかって言われてるんで、だ本人だってねプレッシャーあると思いますけども、はい、そのねやっぱもうちょっとね今年だから1,2,3,4年目ですか、はい、っていうことを考えると、うん、まあ、ここが頑張らないと日本ハム上がっていかないんでね、うんうん、でまあ、どこまで我慢できるかっていうところもあるん で、はい、でやっぱりね斉藤優ちゃんと一緒で、うん、その周りの声も大きくなるじゃないですか、うん、活躍できないところでね、はい、でまあ、守備のミスっていうのも多かったんで、うん、もうちょっとバッティングもやんなきゃいけないけど守備もやんなきゃいけないんで、うん、もう一回一からねこうキャンプ通してやっていかないと、まあ、チームとして落ちていっちゃうんでね、はい、全てを鍛え直すという感じでが必要かなっていうね、うん、やっぱこのままだとこのままガーンと終わっちゃいっちゃうんで、うん、なんてことない、やっぱ年齢どんどん重んでくるんで、はい、早めに取り掛かっていかないとやっぱ晩年になってくると頑張ろうにも頑張れなくなるんで、そうですね、でもまだ多分で全然出られるじゃないですか、多分今年も絶対出るじゃないですか、うん、だからそこはまだね論争的に1軍で育てるのか2軍で育てるのかっていうところが出てくるけども、はい、まあ、俺はもう2軍の方がいいんじゃないのって思う、あ、そうですか、2軍で鍛え直してから1軍でドーンってっていう、うん、その1軍で、うん、俺はもう1軍って育てる場所じゃないから、あ、まあ、そっか、1軍で育てられちゃうと、はい、もしそれでチームが勝てなかったら、うん、他の人に迷惑になるじゃん、うん、そうですね、やっぱ優勝目指してやってんだからね、うんうん、だから俺はもう1軍は、はい、その育てる場所じゃないから、うん、2軍で育ててその成果を1軍でたまに呼んで見せて頭もっかいに、これをサイクルだったらいいよ、はい、そずっと1軍でやられると、うん、他の選手が迷惑するから、うんうん、そういった意味でも、はい、そこそこしかできないんだったら俺はもう2軍でしっかりバリバリやらして、うん、全部一から鍛え上げて、うん、はい、できましたって完成形で持ってきた方が俺はいいんじゃないのかっていうね、うんうんうん、村上とか安田かもどっちかっていうとそっち派じゃんね、はい、2軍でバリバリやってっていうところもあるんで、俺はそっちの方がいいんじゃないのかなっていうところもあるけど、うん、でもこういった声を黙らすには結果しかないから、はい、そこを出せるのかどうかっていうところも勝負だから、そうですね、うん、今年もスタートからもうガーン行くかもしれないし、そうそうそう、だからもうかむしゃらいできるかってね、テレンコテレンコやってるとなかなかね厳しいところになるんで、だから、はい、ゆいちゃんと清宮君は外からの声を騙せれるかどうかっていう勝負の年だからね、あ、そうですね、もうそろそろね期待値が高いだけに、そうですね、だからそれだけ注目度があるっていうのは羨ましい限りよ、そうですね、最初から知名度がもう、うん、そんな選手なかなかないからね、はい、そういった意味でも、まあ、どういう位置になるのか、もう上行くのか落ちるのか、まあ、勝負の年でもあるかなっていうね、うん、はい、頑張って、はい、ちょっとテンション、よくできました、はい。